移籍の一番の決め手は？一番の決め手はやっぱり俺いなくなっちゃったごめん聞いてたね、ごめん聞いてたよ。けどさ、画面がいなかったらビビるよな。ごめん今ちょっと帰ってきたからドア閉めてた。はい、一番の決め手はでもやっぱり小杖さんとやりたかった。そうだよ、はい、行ってみたかったってのもあるし、やっぱ得点力がすごいチームで攻撃力の高いチームなので、まあ、私も本当攻撃、もともとは攻撃的な選手で、そういう攻撃の方が好きなので、その中でもっと自分の良さを出せるんじゃないかなって思って決めました。すごいあのね、ユニフォームが似合ってる。え、本当ですか？でもあのかっこいいですよね、あのデザインが。し、糸金に似合ってる。え、嬉しい。でも結構みんなに言われるんですよね。似合ってるって。はい、対戦チーム あの仲いい人とか知り合いとかに、え、めっちゃ似合ってるよって言われます。なんかいい気持ちで試合に入れる。次いきます。新チームの印象は？雰囲気、練習の雰囲気がすごくいいです。それゆずほも言ってた。すごいいいです。あ、それはなんでだろう。でもあの上の人たちがやっぱり作ってくれてる雰囲気がやっぱりいいんだと思います。下の子たちがこう萎縮しないというか、でも厳しく言うところは言うし、要求するところは要求するし、なんかそのバランスがすごいいいんだと。言葉のチョイスだったりとか、なんかそういう一人一人に多分気遣いがあるというか、素晴らしいなって思いましたね。イトキンもさ、そうだと思う。言葉遣いがちゃんと気を使った言葉遣いをしてると思う。後輩に対してもってことでしょ。そう気をつけてますというか、アイナック時代にそういう先輩だと見てきたので、もうそうなりたいなって思って、なんかずっとそれは意識してやってきてました待て、いや本当にアイナックの先輩はいっぱいいますアシャさんも入ってます入ってます助けられてきたので、そうなりたいなって思って意識しています。素晴らしい。アスナの影響か。あ、もう本当にアスナさんいっぱい助けられた。うちらあれやったもんな。よかったもんな。はい、いやコンビ。いや本当。いつもゲーム一緒とかになると、いや一緒のチーム。逆だったら、あ、逆だみたいな。そう、そういう感じだった。はい、次いきます。新チームでの個人的な目標は？個人的な目標は、目に見える形でチームの勝利に貢献することです。アシストとか得点とか、得点の起点のパスだったりとか、なんかそういう、 もう直結するプレーっていうのをなんかどんどん出して、怖い選手になりたいなって思います。すごい目標、すごい明確な目標があるのがすごい。新チームになってさ、ゴール前にさ、はい、顔出す回数増えたよね。増えました。めっちゃ思った。楽しみにしてます。結果頑張ります。はい、そしたらイトキン、サッカーモード終わったんで、はい、いや、ちょっとプライベートモードに行くんで、テイストチェンジお願いします。はい、はい、え、またください。なんかいいやつしょうがないな。最近ネタ尽きてるからなこれだ。なんかおもろいやつやらなあかんよな、うん、やばい。じゃあさっきのパターンちょっとパクるわ。いきます。テイストチェンジ最高なんだが。マジバッチリ。いきます。自分を動物に例えるなら、犬。もうちょい小動物系かと思った。うん、小動物はよく言われるんですけど、犬かなって思う。何系？まあ、チワワ。めっちゃ可愛い子ぶる。チワワ。サイズ感的に。うん。確かに。うわ、うん、チワワって分かってたら、もっとさっきのテイストチェンジチワワ風にやったのに。意味わからん。もう一回やってきます一応。そうだな。じゃあテイストチェンジお願いします。チェンジ。完璧。そうだ。アスナ詰まってます。薄まってる。薄まってる。マジで？あの糸金のノリに薄まってる。ええー、ね。今日は糸金の回やね。次いきます。得意料理は？ミートソースをボロネーゼを作ります。最初から？なんていうの？最近作ってないんですけど。バタバタしてね。そうですね、去年は結構ハマってました。去年パスタにハマってて。すごい、ボロネーゼ、おしゃれ。どう簡単ですよ。あ、そうなの。じゃあ今度行ったらさ、インスタに載せな。はい、あ、はい、え、載せ、何回か載せた
ケーして。オッケーです、オッケーです。Nチャンネルでも話してるよみたいな。これが噂の。そう、これが噂のボロネーゼ。腹筋のインスタはしっかり見てんで、ちゃんと。いつもいいね押してんで。ありがとうございます。ボロネーゼはちょっと昔に見たんかもな。まあ、ストーリーだったんで。ああ、ストーリーね。ストーリー。ペン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 こんなことないよ。イトキン、そう、イトキンイコールボロネーゼ。それもいいか。いきます。いいでしょう、はい、憧れのデートプランは。水族館。いや、水族館が好きなんですよ、ただ単に。え、魚が好きってこと？見るのは、そうですね、魚わーわーあとイルカショー。水族館楽しいよな、うん、はい、楽しいです。あとたくさんあるから行きたいです。あと、うん、そこから一体ショップで何か買うまでがセットです。思い出にな。例えば何買う？結構キーホルダーとか買っちゃうんですよね。え、でもさ、買ったキーホルダーってどこにつけるの？練習用のカバンとか試合のカバンとか。もうジャラジャラなるやん。もうジャラジャラですよ私。もういろんなキーホルダーつけまくってます今。いい、めっちゃいい、うんうん、だって思い出はもう今度じゃあいときになんか買ってこう、キーホルダー。嬉しい。でもすぐつけますよ。仲間入りです。イエーイ。やったね。韓国のキーホルダー、うん、サウスコリアみたいなやつ。めっちゃ韓国。もうちょっとキャラクター的な感じかと思ったら。やっぱりせっかくやから韓国って分かった方がいいかなと思って。はい、楽しみにしてて。はい、楽しみにしてます。断るのは今っちだけどね。楽しみにして。次いきます。好きなタイプ、好きな仕草は。好きなタイプはくだらないことで笑える人、しょうもないことで笑える人と、あとね、気遣いができる人がいいです。好きな仕草。仕草か。前髪を下ろしてる人、こう全部下ろしてる人のなんかこういうやつ。あとやってあげて。あ、こういうやつ。あ、そういうやつ。こうやって なんか整える。それそれそれ。あ、そう、これは嫌なんだ。いやなんだ。すいません。こうあの全部下ろしてて、うん、あ、それ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 。ちょっと待って、マジ怖すぎん。次いきます。はい。来世サッカー以外でどんな仕事をしたい。ダンス踊ってみたいです。例えばどんなダンス？あのヒップホップ系。なんかさ、誰か好きなさ、そういうダンサーの人とかいるの？いないです。おらんねん。変なやついんぞ。急にどうした？いやでも、結構アイドルとか、アイドルっていうか韓国のそのアイドルとかジャニーズとかもそうだし、 LDH とかも結構好きで、そういうの見てるとやっぱダンス踊れるのっていいなって思うんです。かっこいいじゃないですか。いや、かっこいいから、なんかやってみたいな。もうさ、ヒップホップなんだよね。なんかヒップホップかっこいいっていう、なんか勝手な。ああいう系じゃない？ブラックピンクとか、ね、あー、そういうアイドル系的な。確かに韓国のアイドルならいいかもしれない。うん、なんか AKB とかそういうのはちょっとなんか女子っぽいのは嫌かも。え、ちょっとかっこいい系やりたい。あ、そういうこと。ミニモニもあかんやん。ミニモニは可愛らしいから。わかります。わかる。韓国のさ、アイドルのダンスかっこいいよ。かっこいいです。最近だとルセラヒムでしたっけ。わかりました。宮脇さくらちゃんとか。はい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 。グループさくらめっちゃ人気。いや、かっこいい。あれ、さくらって。さくら。みんなさくらって言うからさ。さくら呼び。さくら、さくらかわいいって言うからさ。さくらかわいい。うん、さくらかわいいよな。かわいい、めっちゃかわいい。さくら、でも大丈夫、いときもかわいいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。次いきます。部屋にある一番お気に入りのものは。部屋にある一番お気に入りのもの、なんだろう。今めっちゃ探してるけど、結構オタクのものがありすぎて。オタク気になる。ほんま、何オタク。何。え、それ見してよ。それ見せれる範囲で。え、今近くにあるの、じゃあ全部持ってきていいですか。もちろん。お願いしたい。そこにあるやつ持ってくると、うんうん、全部。うわ、何気になる。何
系だろう。オタク？ひどアニメ。もアニメ。いやアニメじゃないんですよ。まあ、ちょっと待って、なんだと思う？アス。マジで分からんねんけど。これは視聴者の皆さんにも考えてもらおう。確かに。効果音はアスナの口。もうやばいですよこれ。もう完全なる。まずオタクじゃないやつがしますね。キティちゃん。ここキティちゃん。はい。キティちゃんがちっちゃい頃から好きで、まあ、スヌーピーも好きなんですけど、こういうキャラものを集めてるっていうのと、次まだ？うん。これ次大本命。今のちょっとアップというか、今5体あー、あーやばいですよね。これガチガチ。なんだっけこれ、なんだっけこれ、韓国の、あー違う、あなんかこんな感じで、どれ手前がなんかすごい半、え誰ごめん、誰ランページっていうエグザイルの弟分。あ、日本？韓国かと思った。日本です。推し活？推し活。いいじゃん。めっちゃいいじゃん。箱推し？箱推しです。結構箱推しです。待って、箱推しわかんない人いる。箱推しって何？箱推しは、ね、箱推しはですね。うん。グループが好き。もう箱。なるほどね。はい、すごい。え、じゃあ箱推しじゃないバージョンはなんていうの？まあ、え、推し？推しだと思う。推しレベルアップ。推しマジで初めて聞いた。ちなみにそれはもうどこら辺まで行ってんの？なんかライブ行くとかさ、出待ちするとかあるじゃん。ライブ行きました。出待ちはしないです。握手会、はい、あ、なんかリリースイベントみたいなのがあって、あの CD を買うと会えるっていうか、まあこういう感じで、こういう感じでできるやつ行ってきました。え、ちなみにさ、それさ、一緒に行く友達おるん？神戸にいた時は後輩が一緒に行ってくれました。なんか後輩もハマっちゃって沼らせました。沼るっていうもの。はい、そしたら、はい、ラストの質問です。10年後何してる？10年後48。え、そうなんだよ。待って待って10だって。それ20年後やな。今日あった薄いわ。いや完全に薄れてるわ。もう時に持ってかれてるわ。38ですね。理想言っていいですか？もちろん。もう現役で続けてます。理想は。いい、素晴らしい。できる、続けれるように頑張ります。うん、いや素晴らしいね。めちゃくちゃ。じゃあちなみに48歳は？ちなみに48歳は、まあ、頑張りたいですけど、そこまで生きればいいですけど、専業主婦をちょっとやってみたい。、うん、やってみたいって感じで。専業なんや。専業。あー、そっかそっか。専業ってもう主婦だけか。サッカーの仕事をしながら子育て。いいね。いいしたいです。楽しみだ。 A チャンネル視聴者の皆さんにメッセージももらえる？メッセージですか。A チャンネル視聴者の皆さん、伊藤美希分かっていただけましたでしょうか。ピッチではああいう感じなんですけど、実は中身はこんな感じのポンコツな感じでやってます。移籍してからもっともっと成長するために頑張ってるので、ぜひその姿を見に来ていただけたら嬉しいです。そしてアスナさん、サクさん、こんなに面白いので、もっともっとあのみんなの良さをここで引き出してくれると思うので、これからもたくさん見てください。ありがとう。はい、完璧。いい時ありがとうございました。めちゃくちゃ完璧だよ。面白さあり、可愛さあり、完璧でした。いやほんま負けた、完全に負けた。持ってっちゃいました。持ってかれた、全部持ってかれた。いや楽しかったです。でもよかった。はい、めっちゃ楽しかったです。じゃあさっきのパターンちょっとパクるわ。はい、パクる。テイストチェンジ。うん、もっとこう、もっとこう、もっと横向いて。はい、から持ってきてないですか。うん、で、もっと横向いて、テイスト
チェンジ。テイストチェンジ。あ、いとき、もっとこう。テイストチェンジ。おう、そう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 。アスが変えちゃってんじゃん途中で。時に合ってたよ。合ってたと思いますよ。合ってた合ってた。合ってましたよね。合ってた合ってた。はい、お願いします。いきます。テイストチェンジ。